本日は令和4年の6月の13日月曜日、ただいまの時刻は11時56分でございます。大変僭越ながら石丸師匠にお願いがありまして、動画撮らせていただいております。ぜひ NHK 党の副党首になっていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。広島県の安芸高田市議会を改革されるために日々奮闘されている石丸市長の姿を見て非常に感銘させていただいております。感銘を受けました。日々戦っていく石丸市長の中でですね、まあ、溢れる才能、そして能力ですね、がもう光り輝いているなというふうに感じておりまして、やはり既得権益と戦っていく、そのリーダーを務められる方だなというふうに私確信しております。以前の動画でもですね、ちょっと引用させていただいていますので、まあ、2回目になるんですけども、リーダーとはというところでですね、クラウゼビッツが書かれた、戦争論の中に要約されている言葉を、ちょっと引用させてお話させていただきます。常に最適な戦略を的確に見抜く能力を持つ人のことである。優れた戦略を策定するには両極端の選択肢を理論的に考える高度なアプローチと勇気や決断力を兼ね揃えたリーダーが必要だと言われている。いわば優れた指揮官に求められる独特のセンスとでも言う。クラーゼビッツは武徳、勇敢、忍耐力、自制心などを特に重視した、ということでございまして、もうこういった要素すべて、石丸師匠兼ね揃えられている方だなというふうに思っております。まあ、特にですね、このもう秋田市議会の中でですね、まあ、既得権益ですねにもうしがみついた、者たちをですね、石丸師匠こういうふうに言われました。恥を知れ、恥を。素晴らしいお言葉だというふうに私は思っております。まあ、このですね、まあ、既得権益にしがみつく人間にですね、まあ、愛のある言葉だなというふうに私は思っておりますし、まあ、特にですね、石丸師匠は、この安芸高田市に、生まれて育った方なので、まあ、特にすごいやっぱりその思い入れがある地域だとは思うんですけども、まあ、このですね、もう石丸師匠の能力、そして才能をですね、ぜひ、国政で活かしていただきたいというふうに、強く思っております。まあ、この、一地方議会ですよね、安芸高田市議会っていうね、一地方議会をもう全国民に注目をさせたというのはですね、もうこれは本当に石丸市長の真骨頂だなと思いますし、もう努力、そして、覚悟、信念の賜物だなというふうに思っております。私が、まあ、このね、安芸高田市民だったらもう誇りに思える市長だと思います。素晴らしい問題提起であり、そしてですね、ものすごい高度なアプローチをされているなと思います。まあ、特にですね、具体的に言えばですね、まあ、議員定数を削減するということをね、まあ、石丸市長はおっしゃられまして、まあ、結局内容に関してはね、その議案に関してはまあ否決になっているわけなんですけども、まあ、当然これはもう仕方がないというかですね、まあ、仕方が、そうですね、まあ、やはりまあ既得権益にしがみついている人たちからするとですね、まあ、もう自分の生活の糧がなくなっていく、まあ、そういう危険のある内容ですから、まあ、当然ね、何が何でも断固として阻止するっていうね、まあ、そういうことになるっていうのは、まあ、もうおおよそ見当がつくわけですけども、まあ、そういった、まあ、大きな問題提起をされた、ということで、この、まあ、日本を巻き込んで、注目をさせたっていうのはすごい、大きな力でありですね、そして戦略的な、まあ、策定だったなというふうに私は強く思っております。まあ、特にですね、この地方議会っていうのがですね、別に私決して軽視するつもりはもちろんないんですけども、そういう、そういう意図があって、話してるわけではないんですけども、私もですね、いろいろ地方議会ですね、議会の傍聴っていうのを行かせていただいておりまして、どこにでもやっぱいるんですね、寝てる人って。で、まあ、
集中してなんか検索なんか調べ事でもしてるのかなと思ったら本読んでる人がいたりとかですね、なんかネットショッピングみたいなことをやってるとかですね、まあネットサーフィンですね、そういったことをやってるみたいな人が、やっぱりこう議会の傍聴ってですね、こう上の席、まあそこの上の席からこう下を議会を見下ろすっていうようなところが多いので、まあやっぱ行くとですね、こう下から見下ろしてると、ああ議会に集中してない人がいるんだなとかですね、まあこういった人は議員になってほしくないなってやっぱ思うことがあるんですけども、まあ、特に一般の方ってね、あそこにお住まいの、ね、各市区町村にお住まいの方が、わざわざ議会に行ってですね、やっぱその議会を見て、あ、この人がどういうことをやってるんだとか、真剣に取り組んでるのかなとかって、なかなか、そこまでね、注目される方はいらっしゃらないでしょうから、まあ、なので、あまりね、実態っていうのはちょっとわかりにくいところだと思うんですけども、ものすごくですね、まあ、石丸市長の働きでですね、まあ、そういったところが浮き彫りになったというところだと思います。もうね、恥を知れ、恥よっていうね、お言葉、本当に痺れました。かっこいいなと思いますし、本当に、もう諦めてしまってですね、まあ、政治の壁というかですね、まあ民主主義ですから、やはり数が大事ですので、自分がこうしたい、こうすることで、世の中の人、ね、自分のお住まいの地域の人たちにこんな恩恵を受けていただきたいっていうことがね、数で通らないっていうやっぱり現実があったりすることってあると思うんですね。特に、やっぱりその小さい、まあ無所属の人とかっていうのもね、そういう、まあ派閥を組まないとかですね。まあ特に能力の高い人とかであればそうなってくるのかなっていうところで、やっぱりそういう現実問題とぶち当たってですね、やっぱり苦しい思いをされてらっしゃる方が、やっぱり中にはたくさんいらっしゃると思うんですけども、その中でもやっぱり日々歩みを止めないっていうことはもう絶対条件だなというふうに思っておりまして、で、そういったことを怠った人間に対してですね、恥を知れ、恥をっていうですね、お言葉本当に痺れました。かっこいいなと思いました。で、やはり、まあ、特にですね、その、議員定数の削減に関しては、まあ、財政難からっていうところですよね。まあ、そうしてでも、もう今の議会、ね、全く、その、もう機能不全してると。議員定数を減らしてでもいけるだろうというところ。まあ、その中からね、余る予算で、市政の方に当てていくということでですね、まあ、お話をされている、まあ、そういう大胆案を出されて、まあ、議案を出されている、いたわけですけども、私も、やっぱりこの日本の経済というところにおいては、まあ、現在日本20年以上ですね、この不況が続いております。やはり、まあ、この不況の問題をですね、まあ、本当に根本的に解決していくというところでしたら、ぜひ、石丸市長には国政に行っていただいて、もう国会ですね、日本の最高権力の中から、日本の経済を良くする、そういうふうに働きかけていただきたい、戦っていただきたいというふうにですね、まあ、本当に、まあ、恐縮なんですけども、思っておりますし、私は、特に、女性も男性も、老いも若きも関係ないと思っております。能力があって、やる気があって、信念があって、責任感があって、本当に愛のある人がですね、自分たちの国に、自分たちの国民に、愛のある人に、ぜひ、政治家になっていただきたいなと思いますし、ぜひそういう方には、もう特に国政に行っていただきたいなというふうに思っております。で、もちろんですね、まあ、優秀ということで、まあ、もちろん、プロフィールなども、拝見させていただいておりまして、京都大学をご卒業ということで、NHK 党の浜田聡参議院議員と、同じということで、まあ、浜田聡参議院議員の、ま、後輩に当たる、ということだと思います。で、バンカーとしてですね、ニューヨークで4年、駐在勤務をされております。で、現在39歳ということなんですけども、まあ、特にこのニューヨークで4年間、まあ、バンカーとして駐在勤務をされたということなんですが、やはりもうニューヨークといえばもう世界の経済のですね、もう中心となっている街ですよね。そういったところで、やっぱり国際感覚を身につけられた、国際競争のですね、激しさ、そういったものを身をもって体験されている石丸市長がですね、やはりもう日本のですね、地方議会を見たときに、ものすごく、これはあかんという強い危機感と憤りを持っていらっしゃったというのは至極当然のことだと思います。
日本の一地方の議会どこにでも様々問題あると思いますけども、特にやっぱり一番大きなところで改革をしていく必要があるのは私は国会だと思ってますので、もうぜひ石丸市長の力を貸していただきたい、ぜひそういう能力のある人に NHK 党の副党首となっていただいてですね、リーダーとして、党を引っ張っていってほしい。そしてまた、NHK 党の政調会長である浜田聡参議院議員とですね、共に、既得権益打破を向けてですね、に向けて戦っていっていただきたいなというふうに、もう心の底から思っております。NHK 党は今回、参議院議員選挙では特定枠ですね、推薦特別枠使わないですけども、その枠にはまっていただいてでも、もう、国会の方にですね、まあ、押し上げていきたい、もうそういうふうに、もう、応援させていただきたい、そういう方だなというふうに思っております。石丸市長の、本当に人柄も含めてですね、すべて、能力、才能もすべて含めて、大好きです。ということでございましてですね、もう、ちょっと大変僭越ながらなんですけども、これは私の一個人の意見です。別に NHK 党の党員ですけども、NHK の党員ってっていうところではなくて、一個人としてですね、まあ、一日本国民として、石丸市長みたいな方が、本当にたくさんいてくれたらいいのになって思うんですけど、やっぱりね、あんだけね、やっぱり、まあ、京都大学でって考えても、じゃあ日本の何パーセントの人が京都大学なんだっていうね、その中でもニューヨークに行って、バリバリの、もうね、資本主義社会の中で戦っていっている、そういう社会経験、国際感覚あって、非常に豊かな、そういう社会経験があるっていう人がね、じゃあ日本に何パーセントおんねんって言われたらね、もう全然もう少数派ですから、もともとね、そういう人がたくさんいてほしいなと思うこと自体はなかなか難しいっていうのはもちろんね、論理的に考えてもわかりますけども、ぜひそういう人だからこそですね、この、広島県のですね、安芸高田市民の皆様もですね、もうぜひ国政に押し上げていただきたいな、というふうに私は思っております。ということでございましてですね、私の切なる願い届けということで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは、参議院議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。